テトリスワードをやらせていただきます。奏者の大地と解説の大石です。はい、よろしくお願いします。はい、それでは早速このストーリーモードをやっていきたいと思います。こちらの今光っているゲームスタートというボタンを押したら、タイマーがスタートします。その前にまず、設定確認していきましょう。そして1回データを消すために、ロードさせていただきます。はい、それではオプション確認していきましょう。問題ないですね。で、 BGM も自分の好きな BGM でやっていきたいと思っています。はい、問題ないです。はい、大丈夫そうですね。はい、はい、じゃあそれでは、ストーリーモードを始めさせていただきます。それではタイマースタートまでカウントダウンいきます。 3、2、1、 スタート。はい、最初のテトリスは通常のテトリスです。通常のテトリスにおける得点の代わりに次のレベルまであと何ポイントかを示すゴールスコアというものがございます。今5って書いてありますね。各レベル2分の時間制限の中でこのゴールスコアを0にすると次のレベルに進めることができます。あ、今進みました。こんな感じで進めていきます。これがおそらく皆さんもプレイしたことがあるであろう通常のテトリスになります。このテトリスとなると、Tスピンが主流となっていますが、これは一昔前のテトリスということもあり、まだ Tスピンがそんなに優遇されていません。なのでしたがってテトリスという技を、主に進めていきます。いい感じですね。連続でテトリスを決めた時のバックトゥーバックボーナスというものは存在しております。バックトゥーバックを決めることでさらにボーナス点が加えられます。ここでちょっとプレイを見てみましょう。ちょっとあれですかね。お、ここで T スピンを入れて1ポイント稼ぐことができました。なおこのバックトゥーバックボーナスが適用されるのはこの通常テトリスのみとなっております。現在のところ置きミスもなくいい感じですね。あ、ちょっと、あ、しかしリカバリーしました。さあここでミスなくいっていきたいところですが、お、いい感じですね。T スピンが優遇されていないという話をさっきしましたが、それに加えてもうちょっと具体的に話せていただきます。T スピンをするときにハードドロップすると T スピンとして判定されなくなってしまいます。ハードドロップスというのはこのなんか瞬間にバッて置かれるものなんですが、この状態じゃなくなって普通に置く状態になってしまいます。なので T スピンをしたい場合は普通に置くという感じになります。その場合は T スピンとして判定されます。次にそもそもボーナス点があまり少ないという難点があります。テトリスなどで点数が取得できるのですが、T スピンの場合はそんなに点数が稼げません。現在のところレベル9でランク9ということで今のところ問題なさそうですね。はい、問題ないです。はい、今のところ置きミスもなく空いてる場所もなく、もうちょっとでランクが10になりますね。はい、ランクが10になりました。ゴールスコアが50です。ここからもうひたすらテトリスをやって、どんどんゴールスコア、おっとちょっと置きミスしてしまいましたが、これはどうでしょうか。はい、うまくリカバリーして元の形に戻すことができました。さあここからもうどんどんテトリスをやって、あとゴールスコアが16ですね。もうこれはもうちょっとで多分いけると思います。さあここからはあいみの、あの水色のやつですね、それが来ました。あと4ということでもうあと1回です。というわけで最初の通常テトリスが終わりました。次にいよいよ変わったテトリスが登場します。このテトリスはスクエアテトリスといって、4つのミノを使って 4×4 の正方形を作り、それを消すことによって高得点を稼いでいくテトリスです。なのでゴールスコアが高めとなっております。それで先ほど作られました、今もちょっとできそうですが、あの黄色いブロックが見えると思います。この黄色いブロックがピュアスクエアといって、同じ種類のミノ4つで作られる、ものです。あ、今できました、この黄色いやつです。これはS 字型とこの緑色の
S 字型以外で作ることができます。そしてまだできていませんね。もうちょっと待ちましょうか。このテトリスが普通のテトリスでは、7種類のミノが均等に落ちてくる仕様になっていますが、このテトリスに至ってはその仕様があまり適用されておらず、同じミノが何度も落ちてきます。こんな感じでアイミノが2連続で来るなどがございます。なので運が良ければ、ピアスペアが大量に作られるのですが、運が悪いと、S 字型や Z 型のミノがたくさん来てなかなか正方形が作れなくなってしまいます。ネクスト表示を見て、どちらのスクエア、あ、すいません失礼しました。このグレーの方の説明をしていませんでしたね。このグレーの正方形はコンボスクエアといって2種類以上のミノで作られるものです。ピュアスクエアの方がもらえる点数が高いので積極的にこのピュアスクエアを作っていけるようにします。いい感じですね。今ランク7までいきました。ネクスト表示を見てどちらの正方形を作っていくかの判断が、重要になってきます。例えば同じブロックが、来るのを待っている間に他のブロックで別の正方形が作れたということがよくあるので、これはもはやもう頭を使うテトリスですね。もう勉強ですこれは。それで、今回は、目にすることはおそらくありませんが、このテトリスにおいて T スピン消しを行うと、今この場面のテトリスにある、あ、場面にあるブロックがバラバラになって崩れ落ちてしまいます。この今あるこのピュアスクエアとか、このピュアスクエアとかも無効になってしまいますので、もし T スピンをしそうになってしまったら、先ほども言ったようにハードドロップすると、T スピンとして判定されなくなり普通に置けるので一応救済はございます。というわけでレベル10になりました。ゴールスコアが100と非常に高くなっているので、どれだけ多くのスクエアが作れるかどうかが重要になってきます。お、作れましたね。コンボスクエアです。お、ここでうまく回転を入れていきました。ちょっとなかなか作りにくい配置となっておりますね。あまり S 字型や Z ミノなどが大量に降ってくるとなかなか作れなくなってしまいます。あ、置きミスしてしまいました。ここからどうやって切り抜けるか、といってもあと15なので結構すぐに終わると思います。ちょっと悩みが見られるが、これはどうでしょうか。あと15ポイントですね。一回どうでしょうか。あと置きミスしてしまいました。といってもあと13点、あと8点なので比較的早く終われると思います。あと5なので。はい、というわけで変わったテトリス1つ目スクエアテトリスが終わりました。はい、それでは次のテトリス、連鎖できるテトリス、カスケードテトリスです。誤解を招かないように言っておきます。現在のテトリスで適用されている連続で連を揃えて消す連とは全くの別物です。このテトリスは、場面に重力が働いていて、列を揃えた時に空中に残っているブロックが落下します。それにより連鎖を起こして次々と列を揃えていくことをカスケードと言います。高い連鎖を起こすほどスコアが増えていきますが、ゴールスコアに応じた連鎖の組み方に注目です。具体的な例を挙げると、ゴールスコアが10点なのに60点ぐらいもらえる大きな連鎖はしなくてもいいということです。ここからうまく高さを利用して連鎖をしていきます。いい感じですね。一発でいきました。ただここはレベル5で25点です。このレベル5は、5連鎖で突破できます。うまくいきましたね。それではランク6、ここからはどんどん大きな連鎖になっていきます。大きな連鎖に注目してご覧ください。最初は5連鎖プラスアルファで突破できます。さあここは、レベル7で35点です。さあここからどんどん大きな種にしていって、一気に倒していくという感じです。
うまく突破しました。それでは、レベル8も、つかからずにうまくいけることを願います。今のところ問題なさそうですね。レベル8もうまく決められました。いい連鎖です。さあここからはもう集中力の問題になったと言います。今と同じ連鎖プラスもっと高くしなければいけないので、うまく積んでいく必要があります。さあ始まりました。うまくいきました。さあここはレベル10で最後50点となります。あ、しかし置きミスをしてしまいましたが、うまくリカバリー。さあここからどうやっていくのか。置きミスをうまく利用することができるのか、そこが見どころですね。うまいこと連鎖につなげられました。あとはゴールスコア11点なので、そこを普通に消していきます。あと2点、これはもう楽勝です。というわけでカスケードテトリスが終わりました。非常にいい連鎖だったと思います。はい、それでは次のテトリスはお邪魔ブロックを消していき、一番下の、あの黄色いブロックですね、あの黄色いラインを消すことが目的の、スティッキーテトリスというものです。このテトリスでもさっきと同じで重力が働いているので、浮いたブロックは落ちてしまいます。そしてここで注目してほしいものが、ミノの色が複数の色、まあ、パーツで構成されていることがあると思います。ミノを置く際に同じ色のマスが、結合されてしまいます。ちなみにこれは重力による落下よりも先に行われます。なので、空中でくっつくということがよくあります。今回は目にすることはおそらくありませんが、同じ色を25マス以上結合すると消えます。しかし25マス結合させるまでが長いのであまり使いません。というわけでスティッキーテトリスは、紹介することがこれくらいしかないので、このゲームのストーリーについて、このゲームの制作秘話というか、販売された時期などを紹介していきたいと思います。テトリスワールドは欧米では2001年、日本では2002年に発売された、このテトリスをベースとしたパズルゲームです。日本では最初にゲームボーイアドバンス版が出て、それから Xbox 版とこのゲームキューブ版が登場しました。またこの作品は現在のテトリスのルールの基盤となっているガイドラインに初めて対応した作品となります。このホールドやネクスト表示、ミノの偏り調整や色などが設計の面を含めた細かいものがあり、現在でも適用され続けています。ここからストーリーについてです。とある惑星に生息している宇宙生物ミノ族、まあ、この左下でなんか気持ち悪い動きしてるやつですね。そいつらは、太陽の寿命により絶滅の危機に瀕しています。そこで新たな惑星をテラフォーミング、生命が生存可能な状態にすることです。そうすることがこのゲームの目的です。6つの惑星が登場し、それに応じた6種類のテトリスがあります。あ、こんな感じでさまざまなルールがあります。というわけで、話している間に、レベル8になりました。まあ、分かると思いますが、こんな風に、レベルが上がるにつれてこの黒いお邪魔ブロックの数が増えてくるので、掘り進めていくことがとても難しくなってきます。さあここをうまく掘り進めていくことができるかどうかですね。現在のところ調子はまあまあというところでしょうか。この重力の性質を利用して、下にブロックを落としていくことも、方法の一つとなります。なので先読みすることも大事となってきますね、このテトリスは。というわけであと1マス、あそこを埋められるかどうかですね。はい、綺麗に埋めることができました。というわけでレベル9、まあ、先ほどよりも増えていることが分かると思います。これも同じように掘り進めていきます。
さあブロックの落ち方も考えながら順調にいきますね。どんどん掘り進めていきます。お、うまくいきましたね。今回はなかなかな調子だと思います。お、詰められました。というわけであと4、5マスほどでしょうか。うまく進めていってますね。というわけで一番最下層まで到着しました。ここからからは いかに早く消せるかですね。はい、というわけで、最後のレベル10に到達しました。一番お邪魔の数が多いので一番時間がかかりますね。さあここも重力を利用してうまく消していきます。いいですね。比較的早い方です。これはいい感じです。お、今回早いですね。お、もう一番下まで到着したんじゃないでしょうか。あとあそこに置けばクリアです。はい、このテトリスはホットラインテトリスで、消去位置が指定されています。色がついている高さの列、あの緑とか黄色とかですね、あそこで揃えることでスコアを得られます。高い位置にある、紫と青ですね、そこで消すほど高いスコアが得られます。ちなみにこのホットラインテトリスでもミノが複数の色パーツで構成されていることがあり、空中で残ったミノは重力で落下してしまいます。まあ、見てわかるように基本的に上の方でラインを消すことになりますが、積みすぎてしまうとすぐにゲームオーバーになってしまいます。死と隣り合わせでやっている感じですね。ゲームオーバーしてリスタートするとランクが上がる一つ前のレベルからのスタートとなるため大幅なタイムロスとなってしまいます。まあ、上から2つ隣接している青と紫のラインはそれぞれ6点と5点となっており、この2ラインで同時消しを行うとかなり効率よくタイムを稼ぐことができます。なお先ほどからやっている通りレベルが上がるときに積み上げたブロックが、全て崩れ落ちてしまいます。先ほどやったスクエアテトリスで T スピン消しを行ったときもこんな感じでバラバラと崩れてしまいます。ちなみにこの積み方は現在のテトリスの40ラインタイムアタックなどでも使われる、左から7列目を開けて進んでいく6、3積みを参考にしています。隙間から身の辺を落としてしまうとタイムロスとなってしまうので気をつけて進む必要があります。またこのように、場面上部でギリギリを攻めるライン消しは今年発売された99人のバトルロイヤル対戦型テトリス99での戦法を参考にしているということです。ここで解説することがなくなったので余談に移りたいと思います。その先ほど説明したテトリス99というゲームの戦法の一つで、ゲームオーバーになりそうなピンチ状態の相手を攻撃するとどめ打ちというものがあります。それを逆手に取りわざとミノを積み上げてピンチ状態を作り、とどめ打ちで狙ってくる相手をカウンターで一網打尽にするピンチ偽装という方法があるのですが、某テトリス世界一プレイヤー、あ、もう分かりますね。そいつの配信中にこの戦法を多用した結果、一時期目をつけられてしまうほどになってしまったことがあります。ちなみにその某世界一プレイヤーは、スピードラン .com には登録していませんが、ぷよぷよテトリスエニーパーセントで、現在登録されている最速タイムよりも速い記録を出しています。テトリス99が出てからそこで学んだピンチ偽装戦法をテトリスワールドに取り入れることで、ホットラインの区間タイムが1分半も縮まりました。他のテトリスでの立ち回りも参考になるのでいろんなテトリスに触れることも重要となってきます。というわけで話している間にレベル10まで到達しました。どうでしょう、あと23ポイントですね。ここをうまく切り抜けることができるか。あと8ポイント、あと2ポイント、クリアできました。
はい、それでこれが最後のテトリスとなります。最後にしてかなり難易度の高いテトリスとなっていきます。これは通常のテトリミノの他に、流れてきている 1×1 のシングルミノフュージョンブロックというものが出てきます。スティッキー同様お邪魔ブロックを消していきながら、このフュージョンブロックを、場面の左下または右下にあるあの赤く光っているブロック、それに結合させていくことが目的になります。レベルが低いうちはお邪魔ブロックも少なく、先ほどのように、石ラインも消さずに次のレベルに進めることがあります。フュージョンブロックを待つのみとなった場合はミノを捨てていきます。まあこんな感じでどんどん積んで、その 1×1 が出るのを待ちますが、今回はちょっと時間がかかりますね。まあなんとかなりました。レベルが低いうちはフュージョンブロックを用いて列を揃えた場合のみ重力が働きます。またこのフュージョンブロックは列を揃えた後も、消えずにその場に残ります。 1×1 のブロックは一見とてもありがたいと思うかもしれませんが、このように消えずに残ると思ったようにブロックを掘れずに下に進めないということがあり、意外と厄介だったりします。そのため、フュージョンブロックの使い方が重要になってきます。今回はうまい感じにつなげられました。あと一つです。というわけでレベル6ですね。レベルが上がるにつれてお邪魔ブロックの高さが高くなり、必要なフュージョンブロックの数が増えます。まあ、それでもフュージョンブロックをうまく利用することでカスケードが起こりやすくなり、お邪魔ブロックも消えていくので、とにかくミノをたくさん消費することが攻略のコストになってきます。揃ったのでどんどんミノを捨てて待ちます。あと一つうまくくっつけることができましたね。この場合も、この場合は結合させるブロックが、右下にあるので、そのフュージョンブロックを比較的、右側に寄せて消していきます。このテトリスも、連鎖を起こせるのでどんどん下に掘っていきます。もうちょっとですね。はい、くっつけることができました。綺麗です。あの2つでできますね。というわけでレベル8です。なかなかお邪魔ブロックも複雑になっていきましたね。ここからは先ほど同様に連鎖による消し方がとても重要になってくると思われます。というわけでここでどのように消していくのか、あとちょっと置き水してしまいましたが、これはリカバリーできるのでしょうか。うまくリカバリーしていきたいところです。いい感じですね。どんどん掘り進めています。というわけで、開通させることができました。あと3つフュージョンさせれば次のレベルです。というわけで次のレベル9です。この場合フュージョンブロックは18ポイント必要ですね。重力を使ってどんどん消していきます。いい感じですね。今のところ迷いもなく起きています。置きミスも今のところ少なめでとてもいい調子だと思われます。今回も、結合させるブロックが右側にあるので右に寄せていっています。もうちょっとですね。お、いけました。あと4つ流れてくるのになります。お、流れてきました。はい、というわけでレベル10、これが最後となります。ランク11になってゲームを終了し、コングラチュレーションズ、君はミノ族の救世主だというメッセージが流れたらタイマーストップとなります。さあ今回は左下にあるので左下中心にフュージョンブロックを置いていきます。お邪魔ブロックの数も多いので難しい配置となっておりますね。さあここを順調に掘り進めていくことができるのか、今のところ調子がいいように見えますが、いい感じですね。お、うまく起こせました。お、つなげられました。あとは9個つなげれば終わりです。お、あと7個。5、4、3、2、
あと2個、あそこに2つ見えます。1、0、はい、タイマーストップとなります。はい、というわけで6つのテトリスを攻略してテラフォーミングすることができました。はい、一発勝負でこの、タイムはなかなかだったのじゃ なかなかだったと思います。それでは完走した感想はありますでしょうか。まあ、完走した感想ってことで、自己ベストが23分48秒なので、まあ、プラス34秒ってことで一発にしてはなかなかいいタイムでした。今回ちょっとスクエアテトリスの最後でなかなかスクエアが作れなかったんで、そこがなければもしかしたらあったんじゃないかなと思います。ここで更新がそうですね、はい。またテトリスワールドは、まあ、一足昔前のテトリスで、しかもテトリスシリーズの中でもかなりマイナーな、トップクラスにマイナーなテトリスなんで、もしかしたら知ってる、あ、マイナーってことで、まあ、今のテトリスはないものでってことで、今回を機にやってくれる人が増えればなと思います。RTA だけじゃなくても普通にプレイしてくれる方も増えればいいなと思っております。はい、ありがとうございます。